お花紙をラミネートして作る半透明のアジサイです。まず花の作り方です。お花紙を4等分します。それを1回、2回、3回、4回折ったら、最後は三角に折ります。分厚くなっているので半分ずつ折ります。この時、輪になっている方が尖ったところに来るように気をつけてください。鉛筆で花びらの輪郭を描きます。その線に沿って周りを切り取ったら、尖った部分も少しだけ切り取ります。これを開くと、花びらが4枚の小さな花が4つできています。残りの3枚も同じようにして切ると、小さい花が16できます。次に葉っぱを作ります。緑色のお花紙を2枚重ねて、1回、2回、3回折ります。1つ広げて、真ん中が葉っぱの中心になるように周りの線を描きます。このままでも構いませんが、葉にギザギザがある方がアジサイらしく見えます。もう一度真ん中で折って、空いているところをホッチキスで留め、線に沿って切ります。1枚では薄くて切りにくいお花紙も重ねることで切りやすくなり、ホッチキスで留めているのでずれることもありません。これで葉っぱが8枚できました。全部で16枚できます。ラミネートフィルムに花びらと葉っぱを挟んでいきます。フィルムを開いたら、内側にスティックのりを塗ります。のりにお花紙がくっついて、ラミネートするときにずれるのを防いでくれます。花と花は少し重なるように貼って大きな花にしましょう。葉っぱも貼って、アジサイの花が一つ完成です。葉っぱから先に貼っても同じようにできます。これをラミネーターに通します。花や葉っぱの周りを5ミリほど残して切り取ります。薄くて柔らかいお花紙もラミネートすることで形をしっかりと保つことができます。半透明なので背景が白いところに飾ると綺麗です。桃色以外にもお好きな色で作ってみてください。両面テープかテープのりでガラスに貼ると、光が透き通って見えてとても綺麗です。こちらは小さいお子さんと一緒に作ったそうです。五色鶴のお花紙にはピンク色が何種類もあるので、少しずつ色を変えてグラデーションを出すこともできます。こちらはウグイス色のお花紙を使っています。少しずつ色づいていく様子や、咲き終わって緑色に変わっていく様子を表現することもできます。切り方や貼り方、色の組み合わせを工夫して、透き通ったアジサイで部屋中を飾ってみてはいかがでしょうか。